レジナウド・フェレーラ・ダ・シューバは、ブラジル準アイ出身のサッカー選手。レッジーナ1914所属。ポジションは FW。カンポグランジ AC のユースチームでキャリアをスタートさせる。2001年に、イタリアへ渡り、トレビーゾ FC に加入。ジェノア CFC の八オチ事件や、トリノ FC と AC ペルージャの経営破綻もあり、入れ替え戦を経て、 クラブが3部のセリエ C1 から1部のセリエ A に昇格する原動力となった。2005年にはウディネーゼカルチョが保有権を買い取ったがトレビーゾにレンタルバックする形で残留し2005から2006シーズン終了までプレーした。2006から2007シーズンはウディネーゼからアクフ・フィオレンティーナに移籍し27試合に出場して6ゴールを記録したが わずか1年でパルマ FC に移籍。クラブは2007から08シーズン終了後にセリエ B 降格が決まったが、自身は残留し、1年でのセリエ A 復帰に貢献した。2009年7月27日、共同保有で AC、シエナに移籍。ここでもセリエ B 降格を経験するが、2010から11シーズンは、 アントニオコンテ監督の下で7ゴールを挙げて1年でのセリエ復帰に貢献する。同シーズン終了後、共同保有となっていたレジナウド、ガルロッパ両選手の保有権はそれぞれ、シエナとパルマが完全に買い取った。2012年3月5日、シエナは公式サイトで、買い取りオプション付きレンタルでレジナウドが、ジェフユナイテッド市原、千葉へ移籍すると発表した。 7日、ジェフ千葉の公式サイトで、レジナルドの加入が発表された。6月18日もって期限付き遺跡終了に伴い、千葉を退団した。2012から13シーズン限りでシエなおさると、母国の CR バスコダガマに加入。2014年1月に、同クラブを退団して、以降は、無所属となっていたが、2016年9月5日にレガ プロのパガネーゼ・カルチョと一年契約を結んだことが発表された。2017年7月31日にトラーパにカルチョと一年契約を結んだ。2018年1月、FC プロ・ベルチェッリに移籍した。2018年7月、SSD ・モンツァ1912に移籍した。2019年7月17日、レッジーナ1914に移籍した。 ありがとうございます。